So I just leave. はい、じゃあ明日の遠足の説明は以上や。なんか質問ある人。はーい。はい、ジェームズ。先生。うん。バナナって、うん、おやつに入りますか？入んねえよ。ってことはバナナ味のアイスクリームっておやつに入んないっすよね？入るに決まってるやろ。どう考えてもおかしいやんけ。お前仮に明日バナナアイスを持ってきたとしても遠足に着いた時ビッチョビチョになってるからな、溶けて。So I just leave. お前さ、うん、明日の遠足のお菓子買った？うん、買ったよ。何買った？うまい棒やらなんやら結構全部で8種類ぐらいかな、チョコやら。そんな買えるんだね。結構買った。お前は？俺買ったよ、見る？おー、見せ、うん、まずこれが200円のガムと。めちゃめちゃ高ない？まあ300円だから、うん、あと70円って、うん、豚麺。いやいや、お前さ、なんでそんな大きいやつ2つ買うねん。もっとこまごましたやつをいっぱい買うのが普通やろ。お前こんなん絶対遠足で食べきれへんやつやんけ。ほんで豚麺、お前これお湯入るやつやないか。あ、So I just leave. はい、じゃあ今日の遠足のおやつのチェックすんぞ。お前ら300円以上買うてへんやろな。買ってません。ああ、ちょっとじゃあ見せてみろ。じゃあお前から。僕はこれだけです。なあ、お前300円までたらええねんぞ。なんでお前そんなけしかないねん。あ、昨日全部食べちゃいました。は？はい、ちなみに今口の中に入ってるやつはもう遠足のお菓子楽しみたいから昨日の夜からずっと入れてます。いやいや、汚お前。So I just leave. はい、じゃあこれで今日の遠足は終わりや。はい。で、言いたいところやけど、これから帰るとき寄り道してちゃんと家帰るよ。帰るまでが遠足やからな。言えない場合はどうなるんですか？もうお前は一生遠足や。じゃあ動画見てくれてありがとう。説明欄の方にうんちとニキビ三兆個、まあいろいろあります。チャンネル登録よろしく。せーの、お茶。お疲れ様でーす。よっしゃー。風間行くぞ。